上野戦争、新政府軍を相手に立てこもった彰義隊の最後とは。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は上野戦争について紹介していこうと思います。1868年4月、徳川の牙城だった江戸城が開城し、世界有数の大都市江戸は戦火を免れました。しかし戦争の火種は静かにくすぶり続けていたのです。それが徳川慶喜を守るべく立ち上がった彰義隊の存在でした。やがて新政府軍は上野の山に立てこもった彰義隊を討伐するべく行動を開始します。1万対4千という圧倒的な劣勢の中、彰義隊はどう戦ったのか、また新政府にとって戦いの意義とは何だったのか、双方の視点を交えつつ解説していきましょう。勝たちの尽力により江戸開城が実現する。1868年1月、鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍を破った新政府軍は江戸へ向けて三方向から進撃を開始します。その目的はもちろん徳川慶喜の討伐と世界有数の大都市である江戸の制圧でした。一方、慶喜は朝敵になったことをひどく恐れ、ひたすら恭順することで徳川家の存続を図ります。鳥羽伏見の戦いで完膚なきまでに敗れた後、旗本たちをどれほど結集しても勝てる見込みがなかったからです。そこで旧幕府首脳部の組織が一新されました。勝海舟を陸軍総裁として抜擢して事実上のトップを務めさせ、新政府との交渉に当たらせたのです。西郷隆盛とのコネクションがあったためでした。全権を握った勝は主戦派と目された近藤勇や古谷作左衛門らを脱走兵取締りという任を与えて江戸から退去させ、交渉の邪魔となる要因を封じ込めます。さらにフランスと手を切ってイギリスに接近し、薩長との関係修復を図りました。そもそもイギリスは内戦を望んでおらず、その仲介を期待できたからです。そうした布石を打った上で、勝はいよいよ新政府軍との交渉に臨みました。勝のネゴシエーターぶりはなかなかのもので、標準の姿勢を見せつつも強気に出るところは出るといった態度に出ています。そのために幕府海軍を温存し、いざとなれば鹿児島まで攻め入るぞという気概を見せつけたのです。一方で江戸城の天璋院や和宮らも徳川家に寛大な処分をという嘆願書を出していました。彼女らは新政府要人と浅からぬ関係だったため、交渉に大きな影響を及ぼしたことは疑いありません。3月、江戸薩摩藩邸において2回に及ぶ会談が行われました。その席上で勝は西郷に対し、江戸城攻撃の無意味さを訴えます。西郷もそれに同調し、総攻撃の中止が決まりました。また慶喜の処分についても故郷の水戸で蟄居するという条件でまとめられたのです。双方は全ての条件において妥協し、江戸は戦火を免れました。やがて4月、江戸城が新政府軍に明け渡され、旧幕臣たちや大奥の女性たちが立ち退きました。ところが徳川家が持つ兵器、弾薬、艦船などは新政府に引き渡されることが条件になっていたものの、大鳥圭助は幕府歩兵隊を率いて江戸から脱走し、榎本武明率いる旧幕府艦隊も立山方面へ脱出しました。慶喜の処分が正式に決まるまでは兵力を温存しておこうという勝の思いが伝わってくるようです。慶喜を警護するべく結成された彰義隊。話は遡りますが、慶喜は江戸城へ逃げ戻った後、恭順の意を示すべく上野の寛永寺で謹慎に入りました。そんな慶喜の名誉を回復するべく、
一橋家臣の本田利三郎ら17人が密かに会合を開きます。慶喜は一橋家の出身だったため、旧臣たちが中心となって動いたのでした。もちろん旧幕府や慶喜からの命令ではなく、自然発生的に現れた集団ですから、当初は参加する人数も少なかったといいます。そこで彼らは一橋家臣だけでなく、全ての旧幕臣の中から同志を募ることにしました。やがて多くの人数が集まることになり、舞台の名も将棋隊と決まります。大義を明らかにするという意味で、慶喜の名誉回復こそが彼らの大義でした。この頃はまだ徳川の恩義に報いるため新政府軍と戦うという考えはありません。一方、将棋隊の頭取として選ばれたのが渋沢喜作こと誠一郎でした。いとこの栄一と共に一橋家に仕えており、鳥羽伏見の戦いにも参加していました。ちなみに栄一は徳川昭武に従ってヨーロッパに渡っています。そして副頭取となったのが天野八郎です。上野の国出身で庄屋の息子だったものの、幕臣に取り立てられて出世したという野心家でした。いわば農民出身のこの二人が江戸における旧幕府勢力のトップとなったわけです。やがて江戸城総攻撃が回避され、4月に無血開城となります。一方、寛永寺で謹慎していた慶喜は同じ日の朝、故郷である水戸へ旅立ちました。渋沢と天野がトップとなった将棋隊ですが、次第にライバル視し、それは権力闘争へと発展していきます。互いに陣営を増やすために大使を次々に募集した結果、大使の数は爆発的に増えることになりました。本営にしていた浅草本願寺では手狭となり、慶喜が寛永寺から退去したことを契機に上野の山を本拠にしたのです。やがて渋沢と天野の対立は決定的となりました。慶喜が水戸へ退去した今、江戸にとどまる理由はないとして、渋沢は将棋隊を脱退。こうして天野はタイの独裁権を握ったのです。過激化する将棋隊、新政府軍からすれば将棋隊は不気味な集団として見えたことでしょう。徳川を慕う旧幕臣たちが数千人規模で居座っているのですから、まさに獅子身中の虫だったわけです。そこで勝は江戸の市中警備を将棋隊に担わせ、彼らの懐柔を狙いました。脱走した旧幕府歩兵隊、旧幕府海軍に次ぐ第三勢力として将棋隊を位置づけ、慶喜の江戸城帰還への手駒とするためです。江戸開城以降、江戸の治安は乱れており、略奪や暴行が横行していました。将棋隊を警察組織とすることで、新政府軍との無益な衝突も避けられると考えたのでしょう。将棋隊は江戸庶民からの人気が高く、一般の町人や幕徒らも入隊を希望するほどでした。そしてますますタイの規模は膨らんでいったのです。ところが勝の思いとは裏腹に、事態は急速に悪化していきます。その要因となったのが、寛永寺の別当、覚王院義官の存在でした。義官は武蔵の国の農民出身だったものの、出世を遂げて寛永寺のトップに上り詰めた人物です。義官は筋金入りの新政府嫌いとして知られており、境内で暮らす若い大使たちに新政府への敵意を扇動しました。また経済的に将棋隊を援助するパトロンでもあり、次第に主導的役割を果たすようになります。義官は新政府軍と戦うことを口にするようになり、大使たちも賛同し、決起に流行るようになったのです。やがて将棋隊は新政府軍への敵意を露骨に示すようになりました。市中を歩く新政府軍兵士を襲っては殺傷し、衝突を繰り返したのです。勝や西郷はさすがに看過できず、解散命令を出すなど対処しますが、将棋隊は徳川将軍の霊廟がある寛永寺を離れることはないと突っぱねました。
ここに至って明治新政府は勝と西郷の職務権限を取り上げ、ついに彰義隊の討伐を決定します。指揮官には軍略の天才こと大村益次郎が派遣され、すでに開戦していた大越列藩同盟との戦いにも決着をつけようとしたのです。上野の山を焼き尽くした上野戦争。江戸へ派遣された大村ですが、当初は新政府軍の中で孤立した存在でした。しかし大監察使として三条実美がやってくると、その後ろ盾を得た大村は他の幕僚を無視して討伐作戦を立案するのです。江戸のほか北越や東北へ軍を派遣している新政府軍ですから、彰義隊を討伐する兵力は心もとないものでした。参謀の林道明がせめて2万は必要だろうと言っても、大村はいや1万あれば十分と答えますし、海江田信義が兵力の少ない今は思い切って夜襲をかけるべきと提言しても中間攻撃を主張します。これには大村流の考え方があったのです。白昼堂々彰義隊を叩き潰すからこそ意味がある。大村はそう感じていました。江戸庶民からすれば新政府軍などただの田舎者ですし、長らく将軍様のお膝元で暮らしてきた人々にとって徳川に対する親近感はかなりのもの。また旧幕臣や旗本たちが新政府に恭順したといっても、本当に従っているかなど誰にも分かりません。誰もが見ている目の前で完膚なきまでに彰義隊を叩き潰し、誰が日本の支配者なのかを理解させる必要があったのです。また夜討ちなどすれば夜陰に乗じた彰義隊が市中に放火する可能性もあります。江戸は新政府軍の補給基地でもあったため、江戸が焼けることがあってはならないのです。5月に入ると彰義隊から市中警備役が取り上げられ、これが事実上の宣戦布告となりました。そして5月15日未明、新政府軍は寛永寺を包囲するように布陣を完了します。黒門口の主攻部隊として薩摩藩や熊本藩が陣取り、谷中方面の徐行部隊を長州藩や大村藩などが担当しました。また谷を隔てた本郷台には佐賀藩、備前藩、津藩がアームストロング砲をはじめとした砲列を敷いています。この作戦を聞かされた西郷は、黒門口の攻撃に薩摩藩兵が当てられているのを見ました。大村さん、薩摩兵を皆殺しにするつもりかと思わず問うと、大村はさよう、その通りだと答えたという逸話が残ります。大村は勇猛な薩摩兵だからこそ激戦地に振り向けたのでしょう。一方彰義隊は4000という兵力を要しながら、その装備は至って貧弱でした。古いゲベール銃や火縄銃を持っている者はまだマシな方で、多くは刀や槍で武装していたといいます。やがて早朝を期して新政府軍の攻撃が始まり、黒門口を中心とした激戦の幕が開きました。薩摩兵は銃撃を黒門付近に集中させ、一点突破を図ります。一旦は彰義隊を門の内側へ追い込むことに成功し、いざ突入を図ろうとしますが、ここで思わぬ反撃を食らいました。現在西郷さんの銅像が立つ付近から彰義隊の砲撃が加えられ、途端に進撃がストップしたのです。そして戦況は膠着状態に陥り、さらに銃撃を受けた薩摩兵は黒門に迫れないままでいました。一方谷中門へ攻め寄せた長州藩ですが、ここでも苦戦を余儀なくされます。この方面には塔頭と呼ばれる寺院がいくつもあり、彰義隊はここを防御拠点としたのです。長州兵は最新鋭のスナイドル銃を装備していたものの、訓練が不足していたためか扱いに慣れていません。戦闘中であるにもかかわらず、一旦交代して銃の訓練をするという失態ぶりでした。攻撃は頓挫するかに見えましたが、この状況を救ったのが佐賀藩兵でした。
彼らはスナイドル銃より優秀なスペンサー銃を持っていたのです。連続して7発も銃弾を発射できたため、効果的な弾幕射撃が可能となりました。猛烈な射撃で将棋隊を圧倒し、やがて長州藩が戻ってくると再び攻勢に転じたのです。そして戦況の有利を決定的にしたのが佐賀藩が持つアームストロング砲でした。砲弾は忍ばずの池を飛び越え、次々に境内に着弾していきます。この砲撃を受けた将棋隊の大使は強行をきたし、やがて山を乱して脱走していきました。中には部隊が丸ごと逃げていくケースもあったそうです。将棋隊指揮官の天野八郎は各門をめぐって特戦するものの、隊の崩壊は止まりません。突撃の号令をかけて後ろを振り返ると、誰もいないという体たらくぶりでした。その中で最も醜態を晒したのは、大使たちを戦いに先導した魏官でしょう。自分が住まう某社に炎が迫ると急におじけづき、大使たちが戦っているにもかかわらず、それを見捨てて逃亡したのです。魏官はその後会津や仙台に逃れるものの捕獲され、獄中で亡くなったそうです。やがて黒門と谷中門の双方から新政府軍が乱入するに及んで、戦闘にけりがつきました。大村は戦いにあたって完全包囲はせず、北東の根岸方面だけ開けていました。そのため将棋隊の敗残兵の多くは脱出に成功しています。もし大村が脱出路を開けていなければ、双方の死者数は莫大な数に及んだことでしょう。勝利によって存在感を知らしめた新政府。こうして上野戦争は終わりを迎え、江戸伊勢は完全に新政府の支配下に入りました。一方、指揮官の天野はじめ将棋隊の主だった者は戦死、あるいは捕らえられて最後を迎えたといいます。この戦いは早朝から始まり、夕暮れまでのたった1日で決着がついたのですが、やはり将棋隊の範囲として統率力が不足していたことに尽きるでしょう。個々を見れば有能な指揮官はいたのでしょうが、所詮は寄せ集めの羽毛の衆だったわけです。むやみに大使を増やしすぎ、意思の統率さえままならない状態になったからこそ、負けたのは必然だったのかもしれません。装備や兵器の最上に士気や経験がものを言ったわけです。一方、新政府は上野戦争の勝利によって確固たる地位を築きました。表面的な忠誠を誓ってきた関東、東海、甲信地方の諸藩はこぞって新政府軍に味方し、庶民たちは新政府こそが幕府に代わる為政者だということを再確認したわけです。しかし新政府と旧幕府勢力との戦いはまだ始まったばかりでした。戦争の行方はこのあと東北地方へと移っていくのです。まとめ、江戸開城から上野戦争へ続く流れ、これは日本が近代国家へと脱皮する重要な過程となりました。徳川から明治新政府への政権交代が内外へ向けて発信され、広く認知されるきっかけとなったのです。しかしこの流れはあくまで戊辰戦争という大きな内乱の一部にしか過ぎません。日本が真に近代国家となるためには、まだまだ多くの血を必要としていたのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。